改めまして、神谷博史です。マッサオの大輔です。はい。どうした？え、いや、あの、団長になればいいなと思って今。ああ、気合を入れてみたのか。入れてみたんだけど、全く分かんなかった、ごめん。そうだよね。うん、ならない。もう一回やろう。何が？もう一回改めましてから行こう。いい。いい？メール読んで。ああ、そうか、うん、そうか。お前が滑ってるのも含めてディアガールストーリーズだから。構成要素のうちの一つに入ってんだ、滑りが欠かせない要素だから。悪い気はしないよね。うん、じゃあ読むよ、はい、ディアネーム水金子さんからいただいております。神谷さん、小野さん、こんばんは、はい、私は先日行われたおそ松さんのイベントに参加させていただきました。私はライブビューイングでの参加だったのですが、はい、セクロスの連発に始まる怒涛の下ネタ連発に終始会場中が笑いに包まれていました、うん、よかったよ。時折会場がドン引きするような下ネタや小野さんのドスベリモノマネなどがあり、本当に最後まで楽しませてもらいました。よかったよ、何よりだよ。キャストの皆さんの雰囲気の良さや作品に対する思いが伝わってきて、ますますおそ松さんが大好きになりました。他にもイベントやアフレコ現場での裏話などがありましたら教えてください。はい、同じくもう一ついただいています、はい、ディアネーム若杉さんです。神谷さん、大野さん、こんばんは。こんばんは。先日お二人も出演された六つ子大王全員集合トドコもいるようの岐阜でライブビューイングに参加させていただきました。私にとってアニメのイベントに参加するのは初めてで、うん、とても楽しめたのですが、うんうん、印象に残っているところがメールでは書けないことばかりです。アニメのイベントというものは毎回あのようなものなのでしょうかということですが、まあ、そうですね。ディアネーム若杉さんに最初に言っておきますけれども、あんなイベントばかりではないですよ、だから大丈夫ですよ。特例だよね。そうですね。あと、あのセクロスっていうのも、うん、あのゲームのタイトルです。日本物産が昔出したファミコンのゲームで、はいはい、横スクロールの、あのレースアクションみたいな、うん、シューティングアクションみたいなやつなんですけれども、うん、今あの Wii U の方で配信もされてるのでね、うん、プレイされてみるといいかと思いますよ、うん、はい、そう、もうあのゲームが大好きすぎてみんな連呼しちゃったんですよね。そうね、多分そういうことだと思うんだけれども、うん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 、あれは中村くんが悪いよ。挨拶の順番が長男からで、2人目が中村くんだったんです、ね、はい、で、まあ、1人目でいきなりこうエンジンかけるわけにいかないじゃないですか、うんうんうん、だから桜井さん普通に挨拶するわけですよ、うん、ね、しました。で、2人目の中村くんがよくわかんないけれども、はい、いきなりエンジンを空ぶかしするわけですよ、ブワーンって、うん、そうだね、急に5速入れてたよね。これはダメだと、まあ、もう乗っかっていくしかないだろうと。そうですね。ここでね、もし彼を無視してしまったら、うん、彼を見捨てることになると。確かに3番目は僕だ、うん、責任感の強い男だよ僕は。自分で言うのもなんだけれども、確かにそうだ、真面目な男、真面目が服着て歩いてるような男だ。そうなんだよ。だから僕は乗っかるしかないと思って、もちろんとりあえず行ってみたわけだ、うんうんうん、したら次が純だ、純だ、もうそれは純はもうそういうのに大好きだから、うん、大好きだね、よし行ってやると、うん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 、むしろ言えるんだったら何度でも言ってやるって男です、ね、確かに、輝いていました。で、次に来るのが輪をかけてバカな男だ。おお、そうだ、むしろ彼のセリフだから、そうだね。あ、もうセクロスは僕のセリフだお前のセリフというか、まあまあ十四松のセリフだ。そうなんだ、十四松の、フォーティーン松のフォーティーン松のフォーティーン松、チキンジョージ先生の、ね、テニスやってるみたいになってるけどチキンジョージ先生のフォーティーンいろいろ錯綜してる赤塚先生の作品だ。あ、そうだそうだ、うん、とはいえだ、そうだな、確かに、うん、フォーティーン松は確かにあのどうかしてるんだけれども、はい、彼のセリフだこれは。あ、そうなんだ。彼はその十四松のセリフをちゃんとその本編通り、まあ、もちろん言うわけだ、はい、そして最後に控え師は、そうなんだ、はい、イーノミユがまさか乗っかってくるとはそしたらもう一番最後、うん、トトコ、うん、乗っかるしかないじゃん。もうあやちゃんも乗っかったよ、そりゃ。よく頑張ったよ。いやー、もうあのイベントの中で、あの瞬間何かが弾けたもんだって。いやー、もう本当にね、エンドはたまらないっすね。いやー、もう、あのポンコツ具合は。大女優ですね。もうみんな大好物ですからね。そうなんですよ。いやー。いやもう超絶面白いイベントでしたけど、ね。みんなだから役柄っぽかったですよね、なんか。僕はなんかもうずっと大声出してた気がする。もうちょろってましたよ。ちょろってました。ちょろってました、僕も14ってましたし小野さんは、はい、何ですかね。何ですか。面白かったよ。いや、わかんないけど、うん、お前さ、なんかいつの間にかスタンド使いになってたよね。時を止めるスタンドを持ってるよね。ビビったよ俺ほんと、うん、ずっとたけしさんのモノマネをするんです、うんうん、ビートたけしさんのモノマネを、うん、誰も望んでないのに意味がわかんないタイミングで、うん、あの、はい、今日の元気が出るテレビ、もうそろそろ終わりの時間なんですけどバカ野郎って言い始めて
あれはね、あれ、なの、あれは謎を紐解きましょう。じゃあ今、今ここで、じゃあ教えてくれよ。今ここで、俺が浸透するかどうかわからないぞ。まず最初に、はい、オープニングで出てくるときに、みんなこう出のところでこう、はい、歩いて立ち位置に行ったでしょ。はいはいはい。もう、まあ、悠然と歩く中村くんがいたりとか、はい、もうスマートに歩く神谷さんがいたりとか、リズムに乗っていく福山潤がいたりしたわけですよ。はい、僕は後ろのとどまつみゆくんが、小野さん、面白い出方してください、面白いやつですってすごい言ってきて、袖で。なんだろうな、面白い出方ってもう、元気が出るテレビのたけしさんしかないなって思って。一つしかなかったね。てれてれてって、頭の中で鳴らしてたんです、もうすでに。で、やってください、絶対やってくださいって言ってたから、こう、なんて言うんだろうな、手を、こう、グーで横に構えて、桃上げをしながら、走っていくっていうのをやったんです、最初。だからもうそのキャラがもう自分の中にもうずっとあって、だからなんですよ。お前的にはあのイベントは元気が出るテレビだったんだね。そう、そういうこと。全然わかんないから、俺ら。ほんと怖くて。もうだからよくわかんないけれども、どうやら楽屋で、いや、もう今日は、たけししかないなって言い始めたらしくて、たけしじゃ間違いねえなって話をしてた、うん、で、うん、もう俺はもうそれが怖くて、うん、何かっていうと、たけしのモノマネだな、たけしのモノマネだなって、もう俺らずっとたけしさんだろそこなんだ、さんをつけろよデコつけ野郎が、おー出た、アキラだ彼らだ怖いわバカ野郎っつって、アンビリバボーって言ってずっとたけしさんのモノマネをしてるんだけど、うん、そんなに似てねえし意味わかんねえから、意味わかんない、俺らもう怖くなっちゃってそこが中始末っぽかったでしょ。いやいや、っていうか会場もドン引きだったじゃん、はい、これはきっと笑ってあげないといけないんだっていうかわいそうな空気になったじゃん。ああ、なるほどなるほど、うん、ああ、あれがあれがあれが伝説の気の毒笑い いやもうびっくりしたよあれは。いや俺もびっくりした、うんうん、あんなにウケないもんかねって思ったもんね。いやーすごかったよ、うん、とはいえ他のところでやったらもうちょっとウケてたけど、どうでしょう、スンってな、スンってな、音はしてもスンって、ゼロだったからね、ゼロ、あの人数が、あの人数がですよ、うん、驚きですよ。全てはゼロになる瞬間ですよ、はい、あれが。まあその、うん、イベントのでダイジェストの模様が収録された DVD 第1巻が、うん、1月ですかに発売になりますので、もしよろしかったらですね、うん、そのイベント来られなかった方、あ、そうですね、気になってらっしゃる方はですね、うん、DVD の方をお買い上げいただくとその模様が入っておりますので、ダイジェストなんで、ね、ダイジェストなんで全部が入ってるわけではないと思うので、多分小野さんがそのゼロにしてる瞬間はさすがに怖くて入れられないとは思うんですけれども、ってことは俺喋ってるとこ大体そうだから、俺が口開けてる映像しか見れないかもしれない。そうですね、俺はわかんないですけどもね、ただその、まあ、空気が伝わるかと思うので、うん、もしよろしかったらですね、おすまさんオンエアともどもですね、はい、DVD の方もよろしくお願いいたします。引き続き皆様からの普通とお待ちしております。